イオンシ路店は北海道釧路郡シ路町にある総合スーパー。この項目ではシネマコンプレックスのイオンシネマシ路についても記載している。イオンシ路店は1987年開店の北方シ路店を前身として店名変更や増床を経て現在に至り、これまで北海道うちのスーパー店舗別売上条項において1位になったことがある。2000年に くし市に出店したイオンくし昭和ショッピングセンターオープン後は大型店同士の競争が激化したが百貨店と総合スーパーの中間業態という位置づけであったサティとして営業していたこともありイオンくし店はアパレルイオンモールくし昭和は家族連れの特色を活かして住み分けされているワーナーマイカルシネマズくしとして2000年11月30日に開業 北海道内では、江別、小樽、北見に続いて4カ所目となる、ワーナー・マイカル系映画館であった。2013年7月1日に運営会社の合併に伴い、現名賞に改称。イオン・シネマでは、日本最東端に位置している。8スクリーン、1707席。国道44号沿いに位置しており、沿道には、イオン・クシ店を各にロードサイド店舗が集積している。 注釈出展用シネマクシロに関するカテゴリー、ありがとうございます。